はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像はこういう動きがあって叱るべきだなと思ってたんですけども、出てきましたね。一律学費半額と。僕が見てるのはチェンジオルグというサイトの署名を集めるサイトなのかな。でそこで記されておりまして、発信者は個人名ではないんですけど、なんか有志の方々がやってらっしゃるんですかね。学費が払えなくなっているとか、そもそも、これはね、問題をちゃんと切り分けないといけないと思うんですよ。授業を特にね、サイエンス側の専攻の子なんかはやっぱり、実験とか実技があったりするじゃないですか。それができないにもかかわらずオンラインで授業を全部やって、学費そのままってどういうことだっていう話とですね、でそもそもその、家庭の事情が大幅に悪化して、家庭の援助を受けられなくなってるから学費を下げてほしいっていう話と、両方ともあると思うんですけど、やっぱり こっちは特にね、理不尽だと思いますし、でこっちはこっちで、全ての学生が対象となるので両方大事だと思うんですけどね。でとりあえずその2つは僕の中今分けておいた上でですね、それでさらに半額っていう話はすごく分かりますね。一律半額っていうこと自体がちょっとよく分かんないですけど、とりあえず手応え的に半額ぐらいにしてくれ、あるいは無償化、あるいはその休学ってなるとですね、やっぱりその社会に出るのが遅くなったり、あれじゃあその間どうすればいいのっていう風になっちゃうっていう子もいたりする。僕個人的にはそんなに経済的に追い込まれてないのであれば、休学してちょっとね、新しいことを始めたり、勉強を自分の関心があること、専攻以外のこととか、あるいは子によっては資格の勉強とか何でもいいと思うんですよ。そういうことに手を出すのもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、時間の使い方はさておき、休学ってなるととりあえず卒業の時期は遅くなるのは事実ですから、そこは、やっぱり気になりますよね。で、僕ができることならばですね、でももう今僕が見始めた時点で署名を集めようとしている数が1万5000名らしいんですけども、1万3455名、すごいペースでこれリロードしたらすぐ埋まってるのかな。そうですね、3人増えましたね。1万3448名ぐらいにいってるんですよ、ね。それはそうですよね。いくらなんでもですよ。で、別にここの映像で講釈垂れようってわけじゃないですし、もうリンク貼っておきますね。少なくともこの署名に関してはすぐ集まると思うんですが、リンクを貼る頃にはですね、似たようなこのチェンジオログに限らず署名サイトとか、あるいは僕もね、そんなに多くは出せないですけども、ちょっと補助なり支援の額を寄付の形で公正に使っていただけるんであれば差し上げようかなというふうに思っているんですけども、皆さんもね、その両親が痛むな、あるいは自分に今だからこそ自分にできることあったら何かしたいなっていう方はですね、ぜひクリックして、あるいは賛同ボタンを押して、であるいはそのできる額でいいと思うんですよ。場合によってはですね、極端な話ですよ、手数料とかかかんないんであれば10円1円の寄付でもいいと思うんですよ。ゼロと大違いですからね。そういう活動アクションを、起こしていただくのもいいんじゃないかなというふうに思っています。でまず ここでこの映像は基本的に終わりでいいと思います。で講釈垂れるとして、補足としてですね、お伝えしておきますと、僕は教育事業をずっとやってきていますから、今ちょっと指導休止してるんですけど、日本のですね、国家予算に占める教育費の割合って話があるんですよ。で、先進国の他と比べても日本はかなり低水準なんです。低いんです。で大学生であれば特に研究に近いところ、あれ行こうと思っている学生、あれやっている学生はもう重々承知してると思うんですけど、日本の研究費の割り当て方ってひどいんですよ。額が小さいっていうのもあれば、そのいわゆる競争的資金とか、よくわかんないですけど、その要は目先で金になりそうなところにばっかり重点投下して、その基礎研究のところとかもう軒並み死んじゃってるじゃないかとか、あるいは文学部廃止しようとか本当バカなんじゃないかっていうふうに思いますけども、とりあえずですね、お金資金繰りのところにまず困っているっていう状況がありますね。でまずこれが一つで、もう一つは
他方でその、まあ、僕はねもう 何千回でも何万回でも何億回でも言います、僕は受験指導クソだと思ってますので、なるべく僕はしないようにしていきたいです。でもそのこれをご覧になっている皆さんもそうの少なからぬ割合もそうだし、必要枠としてねそれをやらなきゃいけないという気持ちも分かりますよ。あのハマりたいとか、ここの大学に行ってここの先生につきたいとか、まあマスターの場合はねそれでいいと思うんですけどね、その大学の名前とか全然気にしなくていいと思いますよ。学部の時点でそのどこの大学に行きたいとか、国立はまんないとその学費面でとか、そういう話もあると思いますから、まあ、最低限ねやらなきゃいけないって気持ちもよくわかります。で僕も最低限はやりました。ただ基本的にクソだと思ってますってことはもうずっと言っておきますね。その上で日本の場合はそのじゃあ国会予算に占める教育費っていうのは先進国の中でもかなり低いって話したじゃないですか。じゃあ、でもその実際に家計が負担するコスト、そのパブリックなところとプライベートなものがあります。要するにその学習塾とか受験指導予備校の類のにもお金をかけるんですよ。でそれを合わせると大体軒並みの先進国と同じぐらいの水準になるんですよね。で僕が申し上げたいのはそれいるって話なんですよ。もうこれ僕ずっと言ってますけども、その学習指導を始めてからですね、そもそもこれ僕の話になりますけどね、受験指導したくなくて僕は一人で始めたんですよ。でこの国の未来を文字通り背負っていけるようなリーダーを育てたいと、将来1兆円企業どころ1兆ドル企業をその立ち上げられるような、あるいは国の、まあ、パブリックなセクターを立てるような人物を育てたいというところから僕は一人で始めたんですね。なので、予備校とか受験塾とか、あるいは進学校の類も大嫌いですし、ただ往々にしてそういうところに才能とか、ごく稀にですね、受験エリートではない正真正銘のエリートって混ざってるんですよ。でさらにやっぱりねこういう言い方なんですけど、僕はプライベートなところで仕事をしていますし、これ学校では無理なんですよ。あの上からああしろこうしろとか、その制度とか法律がとかもどうでもいいんですけど、そういうものでもういろいろ骨抜きされてしまうんで、プライベートでやらざるを得ない。でその上でやっぱりプライベートなところに通わせる過程であれば、ある程度はお金を落とすその体力が保証されてるんですよ。なので僕は進学校の一貫の子、特にまあ学力的には高めの子たちを相手にしてたんですよね。極少数、万人受け全然しないですよ。ですが今だからこそですね、特にご家庭の皆さんに言いたい、あのもうこれ以上ねつまんないお金を出し方やめましょうよって話なんですよ。この後に及んでとりあえず東大行くために中学受験行かせよう、塾行かせようで、入った後でまた鉄力とかその他ですね、あの東大受験塾行かせようとか、そういう話が、まあ、別にその、まあ、具体名挙げましたけども、いやあの中にはねいい先生もいますよ。で僕も教材とか大あのあよくできてるな、特に英語なんか素晴らしいな最近のものはとか思った時期もありました。でも基本的にはそもそもその教材がとか受験指導がっていう以前にですね、あの目的自体が間違ってますからあの東大行けばとりあえず問題ないとか、それね自分の研究とかしたい開花したいっていうんであれば院から行けばいいんですよ。でその東大行っても本当大したことないから、何回も言うように、まあ、中に3分の1ぐらいはやっぱり利発な子、その 人物も素晴らしいしよく鍛えられてるなって子はいますよ。それは僕も分かっています。ただその 3分の2、他のどうかなって思いますよ。でまあその地元の国立に行くとかそういうのでもいいし、自分でしっかり勉強して海外の進学するときに奨学金をもらって、でそこまで準備をして、まあ、基本的に奨学金をもらっていくことが海外多いんですけどね。で日本以外のところで勉強を受けるとか、あるいはその私立でもその奨学金もらえる立場で、まあちょっとこういう考え方もあると思いますよ。自分が望んでいるところにもちょっとランクを落として、そこで奨学金をもらって私立で、まあ医学部ので頑張ってる子なんか、兵庫医科に行ってる子ですけどね、まあ教え子じゃないんですけど、付き合いがある子なんかは奨学金もらいながら行ってますけどね、そういうのも全然ありだと思いますよ。何が何でもね偏差ランク高いから優秀だとか そんなありえないですからね。もういくらでも言いますけど、で繰り返しますが、これだけね国会そのみんな苦しんでるわけじゃないですか。でしょうもないところにお金を落として、で制度がそうだからとか、あるいはその国の対応がとか、まあありますよ、ありますけど、そう言いつつそれと反する行動として、それでも受験指導のところにお金をたくさん落とすでしょ。
もうやめましょうよこういうことということを僕は言いたいんですよ。じゃあ何をすべきかと、まあ、今の時代ですから、そのコンピューターサイエンスを学んだりとか機械学習、まあ僕も教えられますよ全然、機械学習を学んだりとか、あるいはそもそもね、もう一番だ、そのツールに近いところにもっと大事なことがあるって僕散々言ってますね。哲学とか、もうこれ本当にダメなんですよ日本の大人社会人も。そもそも自分の存在意義、あれその 何を成し得たいのか、あれ そのために何を学びたいのか、あれ自分は何者なのだろうかっていうことを、その物理的な心身の健康っていうところにさることながら、自分の社会的な環境、生い立ちとかそういうところから、まあ、ポジティブなものネガティブなものいろいろ受けるわけじゃないですか。でもそれは一人一人違いますよね。なので見えてる世界も調整すべき方、そのコンディションの改善すべきことっていうのも全然違うんですよ人によって。でそれでいいんですよ。でその上でじゃあ何にそのお金をかけて学ぼうとか、そういうことを考えてほしいですよね。別にお金かけなくてもいい面はあると思うんですけど、あこれ貼っとこうか、貼っていいと思うんですけど、忘れそうですけど、まああとで別でリンク貼ってもいいかもしれませんけど、あのシュプリンガーっていうね、あの外国のそのまあ難しい数理科学寄りの専門書が多いんですけど、院生とかあれはドクターの人が読むような本もたくさんあるんですけど、そこがですね、まあ英語なんですけどね、全部880冊ぐらい無料で公開してるんですよ今 PDF を。で880冊ですよ。で専門書ってめちゃくちゃ高いんですよ。1冊ロボティクスの本とか8000、9000ぐらいのやつありましたけど、それ今フリーでダウンロードできるんですよ。これすごいですよ。まあその学びたい分野っていうのはあるにせよ、多分ですね880冊もあったら自分が勉強したいなって思う分野はの本は、まあ1割ぐらいはあると思うんですよ。100冊ぐらいですよ。まあ、全部読まなくていいんですよもちろん。で100冊ですね専門書落としたらこれ50万とか60万になっちゃいますよ下手したら。でそれ今フリーですから、まあ何でしょう、本来だったらばそれこそ国立の1年分の学費がかかるようなものをフリーで手に入れられるわけですから、そういうものでねぜひ勉強してほしいんですよ。まあ学位にはならないかもしれませんよ。まあでも今だったら多分コーセラとかそういうのでも単位認定してもらえるやつとかあるのか、まあ、僕も勉強はしようかなと思ってるんですけど、そういう方向にねお金とか時間の使い方を振り分けてほしい。もうねやめようよっていう、もうそれしか出てこないですけど、あのつまんないね、つまんない自分だけは安全なところっていうと、しかもちっちゃい利益のためにもうずっとそういう塩漬けみたいなどうでもいい勉強ばっかりさせてる親ね、医者の家庭に多いですけど、まあ、とりあえず医学部もそうですよ。医者なんてねその金儲けでやる仕事じゃないですよ。で医者にできるのは治療行為ですからね。で東大もまあ、僕が見る限りやっぱりリーチはいいなと思います。リーチあれは順次でリニと、まあ、理さんもなあもう あれやめた方がいいと思う本当に。まあ、その具体的な人物や言っとくのはやめますけど、まあ、教え子に理さんいますし彼はしっかりしてるんですけどね、まあ、全員じゃないですよ。要するに比率とか割合のものです。これは制度 問題であり、あるいはそのディストリビューション全体の中でどんぐらいの割合がまともでどんぐらいがまともじゃないかとか、これどうなのっていう そういうところも含めた総合的な判断っていうニュアンスですよっていうことも考えると、もうやめた方がいいと思いますよ。でまあ、そういう話もあればもっとね実態を見ないとと思うんですよ。でそれを片っ端からずっと踏み倒してって、その宣伝とかあるいは学校の進学校の、まあ、そのなんだいわゆる自称進学校、地方の公立学校とかそうですけど、いやでも東大が一番なんだとか、医学医者になったらその親孝行できるぞとか、もういつの時代の話してんだよって話をずっとその思考停止状態で宣伝もすれば、あるいはそのいつまでたってブレイクスルーが起きない、もうすごい人材がたくさん出てきたな、人物ができたなっていうことになんないじゃないですか今の日本で。まあそういう状況の土壌になってきちゃってるんですよ、が温床なんですよそれが。だからもうそういうね生き方ですよ、もう時間と労力とお金のかけ方やめましょうよ。でそれが主に左右大きな影響を与えて、あれ自分で選択した結果自分の生き方って結構変わるわけじゃないですか。で、まあ、話一番最初のところ戻りますと、まあ、今回のウイルスのショックでね、その多くの学生が苦しんでると思いますが、学費がなっていう話をね、
悩んでると思うんですよ。で、国立で具体的な策としてはこの署名運動みたいなのに、まあ、自分ができる範囲とかでいいと思います。学生の方はですね。で、父兄とか社会人の方はやっぱり1円でもね、寄付とか支援してあげてほしいなというふうに思うんですよ。で、まあ、透明のところはね、そういう動きもさることながら、国立の子は、まあ、学費がフリーだったら休学申請をするっていうのは僕は全然ありだと思います。所詮ね、半年1年卒業するのはずれた程度で人生に大きな影響ないですよ。ネガティブな、むしろ逆にプラスだったりしますよ。海外の大学だったらギャップイヤーって言って、卒業してから3年とか下手して10年とか就職しないやつがいますから、全然いますから、まあ、10年はそんなにいないかもしれないですけど、3年5年ゴロゴロいますから、気にしすぎなんですよ。その周りの目とか制度がとか、だそれを一人一人みんなでおかしいじゃないか、おかしいじゃないかって言いながら、少しずつでいいからみんなでね、行動を起こして、まあ社会のね、いわゆる当たり前とか、いわゆる常識でも、それ常識って言ってるのはあれでしょ、年寄りが言ってるわけでしょ自分にとって俺の時代はこうだったから、お前らもこうすべきだって言われてることをそのまま鵜呑みにしなきゃいけないのかなと思ってだけじゃないですか。だって今60ぐらいの人たちが国立に通った時の学費って本当にニアリゼロですよ。マジで学費ゼロに近かったですから。で、それと今国立の学費だって70万ぐらい初年度持ってくるじゃないですか。75万ぐらいかな、学費問わずで、まあ私立だったらもっと高いわけですよね。早稲田の理工の学費の高さもびっくりしましたけど、ああこんな高いんだ今と思いましたけど、ボリすぎかなというふうに思いますけどね。で、その上でじゃあ最後にね、ちょっと冒頭の補足をしますと、確かに設備代とか高すぎですよ。いらないもの多すぎる。で、他方でじゃあ研究のためのお金とその教育のためのお金ってやっぱり分けた方がいいと思いますよね。で、それをごっちゃにして研究のための資金を教育から吸い上げて、しかも教育のところに全然手かけないし、なんだか授業受けてるのか何なのか分かんないからふざけんなよっていう気持ちはすごく分かります。で、それは言っていいと思います。ただじゃあね、研究にもお金は必要ですよ。だからそれはどこからファンディングするかっていうところも、まあ、可能であれば想像しながら、別のところからファンディングするべきだっていう行動も、まあ、少なからぬ割合の学生の皆さんも親御さんも、その産業を起こすとかブレイクスルーを起こすための研究の支援をしたいとか道に生かせたいというふうに思ってると思うんですよ。そういうところも含めてね、まあ、理解だけはねしておいていただけるといいのかなというように思います。まあ、いずれにせよ、何が必要で何が必要かじゃないかっていうのはすごくいい加減だというのは僕も思いますので、ただね、今差し迫った問題として気持ちは分かるので、とりあえずはその無駄なお金をセーブしたりとか、いらない経費を、その下手に大学側の都合で、資金を持っていかれないようにするために、行動を起こしたいですねという話でした。今回の映像はまあね、このショックで、学費で出せないということで、あるいはその困ってるっていう学生は増えてるっていう話もよく聞きます。ですので、まあ、ちょっとそのための署名を集めるサイトの話もすれば、こういうことが背景にあって、だからこそこういうことを考える、あるいはその透明なところと、あとちょっと先のことっていうものを想定しながら行動するといいですよという旨のお話を差し上げました。